こんにちは、吉谷です。柴崎さん、ですね、今回、動画を30分ぐらいの、ちょっと作らせていただいたんですけれども、まあ、それを見て、いろいろとご不明な点が出てるということなので、また回答させていただきたいかなというところです。で、まずですね、JV ですね。JV の案件に関しては、多分、やったことがないと思いますので、イメージが湧かないと思うんですけど、一応今、ご提案できるのは3つあります。3つ。まず、1つ目が、一緒にセミナーをやるっていう。これ一番早いですね。一緒にセミナーをやる。じゃあ、セミナーをもしやるとするならば、何をやるのかっていうと、僕の方で集客します。集客して、その募集ページを作ってお客さんを集めます。で、やること、柴崎さんやることが、そのセミナーで僕も前説で話して、僕も FX、いっぱい商品売ってきてますので、FX の概要、あとは FX のセミナーも、もう30回以上やってると思います。この10年で。もっとやってるかもしれないですけど、やってます。なんで、僕もある程度知識というか、売ってきてるので、ありますので、僕の方で前説して、本コンテンツは、話していただくと。いう感じのセミナーで、そこでセミナーをやって、商品を販売する。で、その商品っていうのが、自分が10万から130万に増やした具体的なもので、そのノウハウを、僕の、その商品がコンサルなのか、そこは商品に関しては、やり方いろいろあるので、その商品の作り方に関してもアドバイスはできます。だセミナーでその30万ぐらいの僕が、10万から130万に増やした、コンサルをさせていただきますみたいな感じで、何十万かで売るのか、もしくは教材を作って、その教材を数万円でセミナーで売るのか、いろいろあります。だ、単純に言うとセミナーっていうのが一つですね。で、もう一つが、アフリエイトみたいな感じですね。これはジョイントではないんですけど、アフリエイトみたいな感じですね。アフリエイトみたいな形でやるならば、柴崎さんが、商品作ってもらって、その商品を僕が、売ると。で、売って、例えば3万円の教材を作りましたってなった場合、その3万円が売れました。で、売れましたってなった場合、僕の方でアフリ報酬をいくらか設定しても、いただくと。これ一般的なアフリエイトですよね。ただ、今回、僕が、この提案させていただいているので、結構プッシュしますよっていう感じですね。だから、これはすみません、ジョイントという形ではないかもしれないですけど、アフリエイトみたいな感じでそういうのもできますよっていうところと、あとは、代理販売ですね。代理販売。代理販売っていう、3つ目が代理販売です。じゃあ代理販売って何かっていうと、僕の方で全部セールスレター作ります。僕の方でセールスレターも作る、セールスレターも作る、集客もして売る、セールスまでする。セールスレターを作る、集客して売るところまでやります。で、この売る商品だけを作ってもらう。売る商品だけを作ってもらう。みたいな感じですね。僕が代理で販売するすべて。セールスレターから、メールで売るなり、対人で売るなり、そう、全部をやって、そのコンテンツだけを作ってもらう。具体的に10万を130万にした、その具体的などういうふうに運用していったのかっていう、そのノウハウを、PDF なり、もしくは、動画にしていただいて、コンテンツを作っていただくと。だやることは、この代理販売の場合は、コンテンツを作ると。10万から130万に FX、自分がどうやってやったのかっていうコンテンツを作るっていう。だから、現実的に、一番やりやすいのは、僕がいつもやってるのは、ジョイントでやるときはもうセミナーですね。セミナーやっちゃうと、もう一瞬なんで、一瞬でできるんで、あとは、セミナーで話したことがないかもしれないので、ないと思うので、勉強会みたいな形にしてもいいですし、話しやすいような形ですることは可能です。ただ、セミナーやっちゃった方が早いですね。ただ、顔出しができませんとか、いや、セミナーはちょっとっていうことであるならば、その代理販売がいいのかな。アフリエイトになっちゃうと、正直、そのセールスレターとかも全部作っていただいて、いろいろな細かい登録とかもしていただかないといけないので、多分ちょっと難しいかなっていうところです。
なんでまあ、ご提案できるのは2つですかね。まあ一応3つって出したんですけど、その2つ目のやつはアフリエイトなので、ちょっと違うかなというところで、まあ2つですね。一緒にセミナーをやる。で、セミナーをやる場合は、僕の方で、セールスレター、そして集客します。で、セミナーで僕が司会プラスティーアップだったり、FX って何なのっていうのを話して、じゃあ今回特別講師として出ていただく方ですっていう風な、まあ1時間1時間ぐらい、もしくは1時間2時間ぐらい、だから2時間か1時間喋っていただく、だから3時間の枠で僕が1時間喋って2時間ぐらい喋っていただくと。で、そこのセミナーで、商品を最後セールスしていくと。で、セールスに関しては、セミナーでもしセールスするんであるならば、僕の方も、セールスはできますので、一緒にセールスしていくということですね。で、そこで売り上げが上がったら、まあ、折半だったり、まあ、そこはまあ、お金の話は細かいところなんで、またもしやると決まったら、そこは決めていくという形ですね。はい。だからまあ、2つですね。セミナーと、あとはその僕が代理販売するっていう、セールスレターから、集客セールスまで全部ウェブで僕がやって、コンテンツだけ作っていただくというところですね。はい。で、あと、もし可能であるならば、この集客をするときに、まあ顔を出せるか出せないかによって変わってくるんですけども、この商品が、まあ、僕だけバー言ってでも売りづらいし集客しづらいので、そこはちょっと協力していただきたいなと。その協力っていうのは、例えば対談音声を取るとか、対談、じゃあ僕が今回その特別ゲストで、まあ、顔出せない場合は音声を取って特別ゲストですという形で、FX で10万から130万に増やした方の、今回来てますので、お話を伺いたいと思います、よろしくお願いしますみたいな感じで、対談音声を取って、まあ、どういうふうにやってきたのかっていう興味付けの音声だったりとか、顔出しできるんだったら動画っていうのを撮って、で、それで集客していったり、販売に生かしていくっていう、まあ、そこはちょっとご協力いただきたいなというところです。集客セールスの部分で。なので、まあ、JV に関してはそういうとこですね。はい。あとは、今実際にその文章をにまとめてるということなんですけれども、その本当にその文章にまとめたものが売れるのか売れないのかっていうところが不安っていうことなんですけど、売れます。これは売り方なので、逆にこれは聞きたいんです。逆にちょっとすみません。逆にこれは、ご質問したい、僕がご質問したいところなんですけど、FX を始めた人の中で、なんだ、柴崎さんのように10万を130万に全員増やせてると思いますか？ FX を今から始めました。まあ大体5万から10万ぐらいから始めると思うんですよ、大体って。じゃあ全員が10万を130万に増やせてると思います？まあ、95%ぐらいの人が市場から撤退するわけじゃないですか。ほとんど負けてるわけなんで。ということは、ほとんどの人は5万、10万を130万に増やすっていうことはできないんですよ。できないんですよね。ということは、絶対興味はあるわけですよ。だから、まあ、自信を持ってやっていただいて問題ないです。あとは売り方、見せ方ですね。はい。だから、まあ、10万を130万にどうやって増やしていったのかっていうのが、ちゃんと書いてあれば特に問題ないです。あとは不安であるならば、ちゃんとサポートをつければいいだけですから、そこが不安だと。例えば初めて、じゃあレポートに書いてまとめてみました、いや、これで本当大丈夫かなっていうことであるならば、これを買ってくれた人に対して、サポートもつけますよっていうのをつければ特に問題ないかなというところです。まあ、あとはその商品の作り方だったりとか、そういうのは、まあ、ドリームアカデミアでも入ってるんで、まあ、そこを勉強していただければ分かるのかなというところですけれども。はい、あとエビデンスですね。エビデンスは2016年から1月11日ものがあると、取引履歴があるということなので全然大丈夫です。取引履歴があれば大丈夫です。で、これを見せることができるんだならば、全然大丈夫です。はい。だ、取引履歴が一番大事なので、実際やったよっていうところが大事なんで、これを例えばセミナーとかもしやるんであれば、これを取引履歴ですと、こういうふうに増やしましたよっていうのは、ちゃんとお客さんに開示できる、本物だよっていうのを開示ができるっていうのが強い武器なんで、取引履歴があれば問題ないです。で、今も現状として300万を運用しているということなんで、これも強いかなと。実際にまだその運用も、FX で運用もまだ300万のお金を使って運用しているということなので、これも武器として強いかなと思います。
で、あとは、ドリームアカデミアに入った後、この手法を見てもらって回収できるならばその見込みとして、ドリームアカデミアに入って、まあ、何もないと。まあ、今回僕ジョイントの提案させてもらったんですけど、その口八丁で、まあ、入ったけどあいつは何もしないっていうことが不安っていうことみたいなんですけど、まあ、それはないですね。まあ、この動画も証拠として残ってますから もう証拠として残ってるのでないです。で、僕も実はなんで今回この、提案をさせていただいたかっていうと、僕も投資のコンテンツが欲しいんですよ。で、今ブックメーカーの投資のコンテンツは今一緒にセミナーやってる子だったりいてるんですけども、FX っていうのがないんですよね今。だから FX ちょうど僕が欲しかったコンテンツ、僕 FX 今現行でやってない、売ってはきましたけど、現行で僕がトレードしてないので、だからそのトレードを実際にして運用してる人のコンテンツっていうのが欲しいんですね。僕はインターネット上で売り方とか知ってますので、まあ、この前も僕ブックメーカーやってないですけど、ブックメーカーセミナーを2回ぐらいやりました。僕ブックメーカーやってないんですけど、ブックメーカーをやってる人を一緒にジョイントしてセミナーを2回ぐらいもやってます。なので、まあ僕が今回提案させてもらった本当の理由っていうのは、FX のコンテンツが僕自身が欲しいっていうとこですね。はい。なので、まあ、やらないってことはないですね。僕が欲しいので。はい。っていうのが本音でございます。はい。あと、まあ、JV をやるとしたら、どんな感じなのイメージがつかないですか、具体的には。まあ、ジョイントのイメージがつかないっていうことに関しては、多分最初の方に言ったと思うんで、多分大丈夫かなとは思うんですけど、ただまだ何もやったことがないっていう状況ですから、今の説明で多分分かりづらかったり、僕もちょっと説明がうまくなかったりすると思いますので、分かんなかったりした場合は、まあ、直接なんか電話とか全然できますので、直接聞きたいと。いうことであるならば電話もできますので、その場合はちょっとみかんさんに言ってください。ちょっと直接、ちょっと、まあ、動画見たけど心配だと、よくわかんないと っていう場合は電話で直接話すこともできますので、それはちょっとみかんさんに一度言っていただければなと思います。まあ今そのみかんさんを通してこの3社間でやってみちょっとめんどくさいと思うので直接聞きたいということであるならば言っていただければ、僕の情報をみかんさんに渡して、その後直接やり取りすることも可能ですので、はい。ですね。はい。まあ本当に10万から130万に増やしたっていうのは本当めちゃめちゃ武器になるんで、で、ただこれが2016年の結果、1月から11月で、今2017年の7月ですから、ちょっと古いですよね。ちょっと古いんで、ただ今現状としても運用してると。で、その運用してるやつも、そのやった手法通りにやって、まあ、安定的にちょっとずつ増えてるよっていうことであるならば、なおさらいいですね。なおさら。多分おそらくなんですけど、10万を130万に増やして、今さもう300万を運用してるってことは、ある程度もう FX のある程度のその勝ち方っていうのは知ってると思うんで、じゃないと300万運用しないと思うんですよ。なんか多分全然教えられると思いますし、逆にこれを教えた方がいいと思います。多分前の動画でもホワイトボードを使った動画でもちょっとお話ししたんですけど、その最近やったそのブックメーカーの大学生の子は、3万を120万に増やしたんですけど、まあ、それを武器にして今800万ぐらい稼いでるんですね。彼がやったことはブックメーカーで3万を120万にしたっていうことなんですよ。まあ、今もねブックメーカーやってるんですけれども、それを武器にして、でしかもそれ取引の履歴も全部見せたりとかしてるんですけど、で本物ですよって言って、ブックメーカーで勝てない人に対してブックメーカーでこうやれば利益上がりますよっていうことを30万ぐらいで販売してます。
で、今年800万ぐらいそれで売ってるんで、だから FX も一緒です。だからその10万から130万にした方法っていうのは価値があるし、FX を初心者の人が始めて全員が10万を130万に増やすことは無理ですし、ほとんどの人は負けて退場してるので、じゃあそういう勝てないっていう人に対してこれを教えてあげた方が、まあ、完全その人のためになりますよね。で、逆にその今 FX の教材とかも意味わかんない教材とかいろいろ出てるので、そんな中ちゃんと自分やって運用してますよっていうノウハウを教えてあげれば、その人たちのためになりますよね。なんか意味わかんないものを手にするよりかは。だからこれはぜひですね、商品にしてどんどん販売した方がいいと思います。てかそっちの方が利益取れるんで。で、しかも FX は市場が大きいんで、最近まあブックメーカーっていうブックメーカー投資っていうのが出てきましたけども、FX はもうずっともう市場でかいし、ずっとお客さんのパイもでかいんで、いいと思います。ということで、一応今の現在の悩みについて、みかんさんからいただいたので回答させていただきました。で、この動画を見てちょっとわからないっていうことであるならば、もう直接お話しした方が早いんじゃないかなと思いますので、不安とか疑問等あればまたお話はできますのでよろしくお願いします。では、また何かあればご連絡ください。ありがとうございます。